待ち合わせ場所として長年親しまれている渋谷駅のハチ公前広場に新たな観光案内所が誕生しました。渋谷駅前の観光案内所青ガエルが秋田へ旅立っておよそ2ヶ月が経ちました。その跡地に今日渋ハチボックスという新たな観光案内所がオープンしました。それでは皆様どうぞ。ガラス張りで開放感あふれるこの渋ハチボックスは新しい形で渋谷の観光情報を提供します。さてこちらの観光案内所、中に入るとスタッフが常駐しているんです。さらにこちら隣にはアバターガイドもいます。若者の街渋谷をイメージしたアバターが利用者からの質問に答えます。その他にもスタッフが遠隔操作で地図や写真を使いながら渋谷の街を案内してくれる最先端のサービスも。なんかすごい最新のデジタルな感じだなって思いました。渋谷とかはまあよく来るんですけど、あんまりその渋谷の知らない部分とかそういうところもたくさんあるので、そういうのを見つけるときに活用したいなと思ってます。渋ハチボックスは午前10時から午後8時まで利用できます。はい、渋谷駅前の観光案内施設が通称青ガエルから渋ハチボックスとして今日生まれ変わりました。どう生まれ変わったのか詳しく見ていきます。田中さんお願いします。はい、こちらが一面ガラス張りのスタイリッシュな見た目となった新たな観光案内施設渋ハチボックスです。この渋谷駅ハチ公前広場といえば、これまでは東急電鉄が1954年から32年間にわたり運用した東急五線系、通称青ガエルのモニュメントが設置されていました。この青ガエルは2006年に設置されまして、2013年からは観光案内所として親しまれてきました。しかし今年8月渋谷駅周辺の再開発のため、ハチ公のふるさと秋田県大館市に引っ越ししました。そして今日この青ガエルがあった場所に誕生したのが新たな観光案内施設渋ハチボックスです。最先端技術を使った新しい形で観光案内をしてくれるんですが、注目したいのがこちらの女子高校生姿のアバターガイドなんです。どういうふうにガイドしてくれるのか少しご覧ください。こんにちは。渋谷のおすすめスポットを教えてください。私のおすすめは代々木公園ですかね。代々木公園、代々木公園にはどのように行けばいいですか。代々木公園にはそうですね、電車に乗ってもらって代々木まで行ってもらうのが一番近いんですけれども、ここから歩いてでも行けるっちゃ行けます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい斬新ですね。こう案内というよりもね、軽いお話という感じでしたが、北川先生いかがでしたか。私らの時代は昭和の時代ですから、ハチ公の前で時間と場所をハチ公前って決めるんですね。平成の時代に私の子供がですね、渋谷で待ち合わせって言うから場所はどこだとかですね、待ち合わせ時間はって言ったら、そんなの関係ないよって、携帯の時代なんですね。この令和になったら今度はアバターですから本当にこの3世代の時間の変遷っていうのを本当に見事に感じたような、そういうことですね。ちょっと北川さんとアバターのやり取り見てみたいですけれども渋谷駅周辺ね、本当に開発が進んでどんどん生まれ変わっているんですよね、田中さん。はい、そうなんです。こちら一覧にしてみたんですが、まだまだこれからも生まれ変わるんです。2023年にはこちら渋谷駅桜ヶ丘口地区、そして2024年には渋谷光栄に隣接する渋谷2丁目の地区、そしてこちらの渋谷スクランブルスクエアは今ある東棟に続いて2027年度には
新たに中央棟と西棟が開業する予定となっています。まだ変わっていくんですね。この積極的な渋谷の再開発、北川さんはどう感じられてますか？私ですね、虎ノ門がすっかり変わってきましたですね、あるいは高輪のゲートウェイも変わってきましたですね。渋谷もですね、コロッと変わるというものすごい資本投下がされて便利快適になった時に、東京一極集中をなくそうという地方創生はですね、実は東京にまた人口が寄ってきて増えてるんですよね。そうするとこれ地方との格差というのがまた出てきますね。だから東京は東京でこのようにですね、より快適に便利にというのは必要なんですけども、合わせて地方がですね、元気になるような生活様式が変化してですね、都会よりはやっぱりゆっくりした生活ができるねという街づくりもですね、この渋谷なんかの発展を見ていると、国はですね、あるいは地域のそれぞれの指導者は考えてもらいたいなという、そんな感じしましたね。